私にワンちゃんください。せーの、せーの、おい、ほらすごくね。せーの、あー、痛え。はい、どうもおじらいたでございます。よし。本日なんですけども、僕のチャンネルを見てもらっている方はわかると思うんですが、カスタムとか DIY とか皆さんもやっていますか？結構やっている方がいると思うんですよね。その時にこちら、まだ動画になってるか動画になってないか、この動画が出る時どうだかわからないんですが、こちらのレストア最中に僕たちやってしまいました。調子に乗ったらネジ穴が壊れた。で、しかも、今回もかなり古いバイクなんですね。なんで、もうネジが硬すぎて、古すぎて、錆びすぎてなのか何なのか分かんないんですけど、とにかく回らないんですよ。ヤフーの知恵袋で調べたら、このタイプのバイクのネジが回らないって言って、最終的にネジ穴切っちまえばいいんじゃないか、スパッとっていうのしかなかったんですよね。でも、世の中にはものすごい商品があるということで、これからマジ、僕らが身をもって、誠心誠意その商品を使いネジをぶち回していきたいと思います。もう俺は開かないと思ってるんですけどね。どう思います？なるほどね。やっぱね、そういうものを信じるタイプなんだよね。俺はその希望と夢を打ち砕くぐらいの経験があります。私は。え、じゃあ行こう。ハングオン。恥ずかしい。それではもういきなりやっていきましょう。かなり困ってるんですよ。見てください、このエンジン。もう古いでしょ、汚いでしょ、もう綺麗にしたくてしょうがなくて、いろいろやったらうわーってやっちゃったんですよ。要はこんな感じです。こっちが俺作品で、こっちが砂肝作品ですね。やったから下は。はい、ということで、大人のなすりつけはいいとしてですよ、ネジ山が潰れてるこちらのネジを回していくというのをね、かねてから知ってはいたんですよ。俺は信じてなかった。バチバチに信じてないやつが、俺は相手欲しいと祈りながらアイテムを使います。そのアイテムはこちら、でー、何つんだっけこれ。エンジニアのネジザウルス。この会社の会社外の動画見てください。マジネジザウルスって恐竜なんで、ネジを捕食してきてるらしいんで。すごい面白いですよ。はい、なんで今日こいつも捕食してもらいましょう。それでは開けていきます。本当っすか。俺は回らないに1票。いきます。でれーん。あのね、フルセット買いました。要は太さとかはいろいろあって、フルセット買えばいいなと思って。いや、すげえかっこいいな、入れ物。ここまで満点。軽いなんだもん。ただな、重さがね、なんかちょっと安っちいです。ただのペンチと思いきやですね、こちら、こちらですね、よく見ると縦に線が入ってると。普通はこう見たらこう横にしか入ってないんですけど、これはこう、こっち向きに入ってると、縦にね。これでネジをグッと掴んでもらえっと回す。まあ、これだけですよ。俺は回らないに1票、杉山さんは回るに1票。じゃあ行きましょう。まず3パターンあって、太いの、中くらいの、まあ細いの、ラジオペンチみたいなやつで、今回もう狭いとこなんですよね。なんで細いので行くのかなと思うんですよ。ちょっとやってみましょう。もうまずやっていこう。うわー、またオイル漏れてきた。途中なんですよこれ。ちょっと向き変えましたね。こことここが2つがネジがぶっ壊れてるので、これを回していきたいと思いますよ。まずじゃあ一番でっかいノーマルなやつで挟めるかどうか。もうやめましょう。無理無理無理。次、中間ね。無理だね。こちら細いやつ、無理だね。つかめない。スペースが足りなくてつかめないんで、まあ、こういう部分には向いてないですね。なんで試しにちょっとここでやってみるかな。ここもちょっといかれてるんで、ここならつかめたね。そして回せると。俺はね、一個思うんだけど、こっからはただの握力勝負だから。よし、いくよ。せーの。王子曲がったよ。それ。王子曲がったよ。それ。王子曲がったよ。それ。回った。お疲れ様でした。ハングオン。恥ずかしい。ということで第2弾試そう。まだこれだけじゃないんですよ。次の武器があるんで。バスか。
ぶったたいてます。いつもお世話になっております、ミニオジです。ネジバズーカは電池型のザウルスとは違い、バズーカと呼ばれる特殊な棒をネジにぶっ刺して叩くことにより、壊れたネジ山に食い込み、そのままネジを回してやろうという代物。ただし、なめったネジにも軽傷と重傷があり、なめったネジが軽傷であれば、バズーカと言われる棒をぶったたかずとも、軽傷用の食い込む棒を刺して回せばいけるというものらしい。それでは現場のオジに戻します。はい、ということでこのようにして使うというらしいですね。軽傷です。なんでね、これ軽傷ですから、多分まだ軽傷です多分ね何回も言うね。こう見たら、押す力8割、回す力2割ぐらいでやってくださいと書いてありました。すいません、押さえて本気でいくで、せーの、うおー、回る、ネジザウルス最強じゃん。ちょっとこっちも行っちゃうよ、このままただ相当な力だよこれ本当に。はい、ということで2本目もやってきたと思います。ここちょっと見えないかな、見えんな。よし、行くぞ。押す力が8割、回す力が2、そしてあとは火事場のクソ力ん、これまずいかも。あ、舐めた、より舐めた。重傷です、重傷に進化しました。はい、ということでこちら、説明書を見たら4本あるうちの1個、こちらを使っていくんですけど、末山さんこれなんて言ってましたか。トントンと軽く叩いて回るって。ほんとふざけてるってやつよねということでこちら試してみてみます。もうトントンとやってね。トントン1回じゃ無理、2回か無理か、無理だな、もう1回だ。ごめんね、俺ねこれ使ったことあるんだ、こういうの。火事場の基礎力だ。あれ、また落としちゃった。いや、舐めたね、より ひどくなっていったね。もう手離しても大丈夫なので、あとは回すだけ。回ったね。え、何がガキガキ言ってる、回ってないな。なんかね、うまくいかなかった場合はもう一つの溝、要はプラスの反対側をさっき横でやったんで、今度立てていきますよ。失礼します。曲がったな。私にワンチャンください、せーの。え、回ったんだけど、叩いてたら回ったんだ多分。これ通った。違う。せーの。おい。本当にこれ。すごいぜ。祈願券じゃないですからね。これマジすごいっすよこれ。ちょっとこのまま少し続けていきたいんだけどいいですか。じゃあちょっとここ。これ逆にこうはつかめないのかな。ほら、すごくね、こんな変な使い方でもあった。せーの、よ、せーの。これはもう無理じゃない、もう持つぐらいもんだってこれ。3、2、1ん、だからさ、絶対違うんだやっぱ。回ったもん、もう今わかる、力入れてないもん俺今。もう回ったの、うんハングオン恥ずかしいウォッチライダーズポイントはっきり言って100点満点中80点出るな。結構俺高いな、厳しめにしても。はっきり言ってこれね、全部買わないと多分、回せないです、はっきり言って。こういうバイクのやつって、こう凹凸がなんつうの、まったいらじゃないしね、必ずしもまったりじゃないし、こういうボコボコって邪魔でペンチが入らないとこもいっぱいあったというね。だからちっちゃいの大きいのとかもある必要だということなんですよ。でさらに言うと、職人の人は多分大抵こういうの知ってるし持ってるんだけど、家でやってる人知らないじゃん。だからどんなことが起きるかって分かんないと思うんですよね。でもこれセットで買うと、単純にこういうのまでついてくるプラスで、さっき言ったバズーカ叩いてなんとかしてぶっ壊せみたいな、ぶっ壊、いや結局ぶっ壊れてないんで、要は最終的に回ればいいわけだから、一個ずつ買ってると結局買うことになるよこれ、場所場所によって。ということで、セットで買うのがおすすめかなと。ああ、いい、結構俺は高評価、結局取れるから。
まあ、取れましたよ。そうで、最大のデメリットやりました今回。本当に最大のデメリット言っていい、手がめっちゃ痛い。ハングオン恥ずかしいウォーチライダーズポイントちょっと上手くなかった今。オジライダーズポイント手がめっちゃ痛いちょっと赤いしもうどうやはい、切れるいやすごいなこれ。これでうちらはやっと進めるよ動画。やっとこの何もついてないモンキーも進むことになりますね。おめでとうございます